星空ガイドが語る宇宙の話。こんばんは、星空ガイドのかなさんです。外に出て満天の星空を見上げる機会が増えるシーズンになりました。天体観察で次第にポピュラーになってきた電子観望ですが、まだまだ電子観望自体どのようなものかわからないという方が多くいらっしゃるようです。そこで全く電子観望について知らない初心者の方向けに、電子観望とはどのようなもので、どんな方法があり、何が必要かなどを分かりやすく簡単に説明した動画を6回に分けて配信します。シリーズ各動画の内容は概要欄に載せておきます。シリーズ2回目の今晩は、一般のカメラとレンズで電子観望です。250万光年先の銀河をカメラレンズで見る、カメラとパソコンの接続について、一般のカメラを使うメリットとデメリット、以上3つに分けて一般のカメラとレンズで電子観望について解説します。250万光年先の銀河をカメラレンズで見る。太陽系のある天の川銀河のさらにその外側にある何千光年何万光年という気の遠くなるような距離にある天体を見るには、巨大な望遠鏡が必要になると思われている方がいるかもしれません。意外かもしれませんが、数万光年先の銀河を見るには小さな望遠鏡か、あるいはカメラレンズで間に合う場合が結構あります。その理由は天体の大きさです。例えば地球から9億キロしか離れていない木星ですが、直径は14万キロしかありません。これに対して230万光年離れているアンドロメダ銀河は直径15万光年150兆キロもあります。つまりアンドロメダ銀河と木星を比べたときに、距離ではアンドロメダ銀河は250億倍も遠いところにありますが、大きさは10億倍も大きいということです。遠いものでも十分な大きさがあれば、望遠鏡やレンズの倍率はそれほど大きくなくとも見えます。これは地上に例えると、10メーター先の枝に止まっている鳥のアップの写真を撮るには望遠レンズが必要ですが、100キロ先にある富士山を撮るには標準レンズで十分だというのと同じ理屈です。実際の例として、こちらはセンサーサイズが APS-C の EOS-80D に 135mm のレンズをつけて、プレアデス星団、アンドロメダ銀河、北アメリカ星雲を観測した時の画角シミュレーションです。このように大きな天体は天体望遠鏡を使わなくても、中望遠のカメラレンズで十分な大きさに撮影することができます。さらに大きなオリオン座全体にかかる赤いバーナードループともなると、もはや望遠レンズでは収まりきれず、標準レンズか広角レンズが必要になります。もう少し小さな天体の例として、こちらは M20 三裂星雲です。 APC センサーのカメラに 135mm をつけて撮ったのがこの画角ですが、少し小さく映るため物足りないようですが、パソコンのディスプレイの解像度は 1K なのに対して、カメラの解像度は 2.5K ほどあるので、画面を縦横2倍拡大しても十分な画質で楽しむことができます。このように天体望遠鏡を使わなくても、カメラ付属の標準レンズや中望遠レンズでかなりの数の銀河や星雲星団を電子観望できます。カメラとパソコンの接続について、カメラとパソコンは USB ケーブルでパソコンにつなぎますが、その際にカメラの信号をパソコンの電子観望ソフトに転送するのがアスコムドライバーです。アスコムは画像を転送するだけでなく、カメラの絞りやシャッター速度を制御したり、天体望遠鏡を使う場合は望遠鏡のフォーカス調整や課題を天体に向ける制御など、天体機器全般をパソコンにつなぎ制御するドライバーです。ただ残念なことに、アスコムドライバーは全ての一眼レフやミラーレスカメラに対応しているわけではなく、ほとんどのニコンとキャノンの一眼レフとミラーレスカメラは対応していますが、それ以外のソニー、オリンパス、富士などは一部のカメラしか対応していないようです。アスコムドライバーに対応していないカメラを持っている方は、今後のアスコム対応を待つか、次回の動画で解説予定の天体用カメラの購入をする方法があります。さて次に電子観望ソフトですが、こちらはイギリスのシャープキャップが有名です。シャープキャップは無料のソフトウェアで Windows 7以降のパソコンに対応しています。
主な電子感望ソフトはカメラから転送する画像データとして JPEG 形式ではなく RAW を用います。 RAW は JPEG よりも写真1枚のデータ容量が大きくなるので、接続に使う USB ケーブルは転送速度が速い USB 3.0 のものを用意しましょう。 USB 2.0 のケーブルも使用できますが、画像転送速度が遅いため場合によってはライブスタック処理の速度に影響が出ます。より鮮明な電子感望ができるよう、事前にダークフレーム、フラットフレーム、バイアスフレームを用意しておきましょう。これらのデータをパソコンに転送することで効果的なノイズ除去を行います。ダークフレーム、フラットフレーム、バイアスフレームによるノイズ除去が期待できるので、カメラの感度はとりあえず最高感度で試してみましょう。シャッター速度はシャープキャップ側からのアスコムを通じてコントロールできるよう、シャッターモードをバルブモードの位置にしておきます。レンズの絞りは開放位置か一絞り絞った位置を使います。フォーカスは自動でなく手動でピントを合わせます。ピントは無限遠に合わせますが、レンズに書かれている無限遠の印と実際の無限遠位置は違うことが多いので、バーティノフマスクなどを使ってしっかりと手動で無限遠にピントを合わせ、ピントを合わせた後は撮影中にピント位置がずれないようテープなどでピントリングを固定しておくと良いです。ズームレンズを使っているときは画角が決まったら同じよう動かないようにテープで固定しておきましょう。ダークフレーム、ライトフレーム、バイアスフレームの作り方については別動画、ディープスカイスタッカー使用方法前編の動画を、バーティノフマスクについては別動画、星にピントを合わせる裏技の動画を参考にしてください。どちらも概要欄にリンクを載せておきます。一般のカメラを使うメリットとデメリット。最近の一眼レフやミラーレスカメラのような高性能カメラは暗いところでもノイズの少ない高感度撮影ができます。また高画素化しているため、例えば電子感望ソフトシャープキャップに対応しているキャノン EOS R5 の場合、4480万画素のセンサーを搭載しているので、フル HD のパソコン画面上では画質を落とすことなく縦横を4倍以上に拡大することができます。また感度も EOS R5 は常用感度で ISO 51200まで使えるので、 ISO 3200での撮影に比べ4段も短くできます。これは ISO 3200で1分かかる天体を60枚ライブスタックするとき、トータルの撮影時間が1分かける60枚で1時間かかるのに対し、 ISO 51200では4段明るいため撮影時間はわずか合計4分で終了することになります。新開発の高性能センサーがいち早く搭載される一般高級カメラには、このように解像度と感度のメリットがあるわけですが、一般のカメラを使う上でのデメリットがあります。それは赤外フィルターによる影響と機械式シャッターの寿命の問題です。まず赤外フィルターについてですが、一般のカメラには赤外フィルターが組み込まれています。これは赤外線や赤外線に近い波長の光は一般の撮影に悪影響が出る場合があるからです。ところが銀河、星雲、星団の中には赤い色の光で輝く天体が多くあり、Hα と呼ばれる波長が656ナノメーターの光が含まれています。ところが一般のカメラでは赤外線の波長である780ナノメーターからではなく、もっと手前の550ナノメーターあたりからカットしているカメラが多くあります。そのため一般のカメラでは Hα の波長を含む赤い天体をきれいに撮影することができません。一般のカメラでしっかり赤色を見えるようにするには、カメラに内蔵されている IR カットフィルターを取り除くか、天体に適応したフィルターに交換する必要があります。このようなサービスをしてくれる会社もあります。もし新たに一眼レフやミラーレスカメラを購入する予定がある方は、天体用となっている機種を選ぶという選択肢があります。ニコンだと D80A、 キャノンだとEOS RA などは普段の撮影と天体撮影を兼用できる高性能カメラです。また天体用にすでに改造されたカメラを中古で入手するという方法もあります。さて、もう一つの一般用カメラを天体用カメラに使うデメリットは、一眼レフカメラの場合の機械式シャッター機構の寿命の問題があります。
ミラーレスカメラでは電子シャッターを採用している機種が多いですが、一眼レフは稼働するミラーと機械式シャッターが内蔵されている機種がほとんどです。機械式シャッターはカメラの中でシャッター部分が動くためどうしても寿命があります。高級機では30万回、中堅機種で10万回、入門機だと5万回と言われています。電子感棒で複数の天体のライブスタックをするとテストも含めると一晩で500回くらいシャッターを切ることが多々あります。入門機のカメラの場合だと新品から使い始めたとしても計算上は電子感棒を100回したところでシャッター部品の寿命が来ることになります。もちろんシャッターユニットを交換すればまた使い続けられますが、頻繁に電子感棒をする人だと毎年シャッターを交換しなければいけないかもしれません。このように一般の一眼レフやミラーレスカメラを電子感棒に使うときには天体専用カメラを使うのに比べるとデメリットの部分がありますが、決して電子感棒ができないわけではないので、アスコムドライバーが対応している一眼レフやミラーレスカメラを持っておられる方は追加の出費なしで今晩からでも電子感棒を始められますから、ぜひ挑戦してみてください。シャープキャップやアスコムドライバー、そしてパソコンとの接続、実際の撮影の様子などについては別動画、電子感棒の始め方に載せているので、ぜひこちらもご覧ください。こちらも概要欄にリンクを載せておきます。さて、今晩は電子感棒入門の2回目として、一般のカメラとレンズを使った電子感棒について解説しました。望遠鏡や天体専用カメラを揃えることなく気軽に楽しめる電子感棒の方法として、まだ試したことのない方は機会があればぜひ挑戦してみてください。今晩のお話はここまでです。次回3回目の動画では天体カメラとカメラレンズを使った電子感棒について解説します。それでは次の動画でまたお会いしましょう。星空ガイドのカネさんでした。